今日は終わります。Cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. Have no regrets. Yeah. どうす。4月18日、今週も頑張ります。はい。ベースボールやっていきます。ドイツ語終わったのでこれから少し仕事をしてきます。1、2年生だけちょっと開催で空港とか違ったので少し早く帰ってくることができました。本が届いて、2冊本を買いました。これ中古の本なんですけど、YouTube のやつとサブスクリプションのやつで、どっちもメンタリスト DAIGO さんが、おすすめしたので、ちょっと買ってみました。はい、今から読んでいきます。今日は YouTube の本を読んでいきます。ドイツ語やってきます。はい、ご飯食べます。ご飯は、オートミールとグラノーラをちょっと混ぜたやつ、あと豆乳で終わってます。やってきます。池さんの YouTube を見ながらご飯食べてきます。All the shit you don't do, well I'ma make hella sure that I don't become you. Ha! Have no regrets, yeah, I'll tattoo my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my mind show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can't let go.これめっちゃ高い、40010円しました。東南アジア系のお土産のお菓子ですね。その味がします。そのメニューついていきます。あと10分ぐらいで出てくるんですけど、あとご飯とプロテイン、それでいきます。いただきます。
life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I have these things that I can't let go. Why don't you turn this life into something that you could never own? ちょっとこれ読んでなかったので読んでいきます。ご飯食べていきます。はい、読書します。はい、ご飯食べていきます。ご飯食べたらあとは向かいます。できます。今帰ってきました。これからご飯食べていきます。今日は納豆です。はい、ありがとうございます。ブロッコリー、トロ、いただきます。いただきます。いただきます。ちょっとミーティングが始まる前まで、動画編集していきます。はい、今からミーティングです。はい、ミーティング終わったので今から動画編集再開します。はい、今動画完成して送ったので確認をしてもらっています。やっぱり動画編集とかをしてて思うんですけど、やっぱりその選手が何をこう意識してやってるかっていうのが本当に成長につながってくるなって思います。コーチがまあ導くってことはすごい大事なんですけど、その選手がじゃあどういうモチベーションでとか、どういう風になりたくてとか、1回1回のトレーニングで何かを変えたい、自分をこう成長させたいっていう、やっぱその自分にこう矢印を向けて自分視点でやっぱりやってないと、やっぱり同じことを何回もやったりとか、っていうのがやっぱあるなっていうのは選手とかのノートとか見てるんですけどやっぱ感じます。そこをねどう意識づけさせられるかっていうのもコーチ次第だと思うんですけど、そこに対してね、また難しさはあるなっていうふうに感じてます。はい、ご飯食べたらすぐ移動します。じゃあ、はい、じゃあ行ってきます。明日も仕事なので今日もお世話になります。パッと寝てパッと起きて仕事ね、動画編集もしていかないといけないので頑張ります。じゃあ、いただきます。いきます。あ、めちゃめちゃ疲労感やばいんですけど、まあ、この後パッとシャワー浴びて、ゆっくり本でも読みながら回復していきたいなと思います。はい、その後は仕事なので準備します。いきます。はい、今プロテインが届きました。僕が飲んでるのがエクスプロージョンっていうところの、メーカーのプロテインを飲んでます。これは3キロですね。3キロ。今回はフルーツオレ、を買いました。いつもこれ飲んでて同じやつなんですけど、プレーン味飲んだんですけど、まあ、ちょっと添加物気にしてこっち飲んでたんですけど、まあ、ちょっともう少し味を良くしたいと思ってちょっと人気の高いこちらを選びました。はい、で意外とこっちの方がカロリー低いっていう 100g あたりこっちを飲んでいきます。
あとこれは多分あと1杯2杯でもう終わるので、こっちは、はい、飲んでいきます。今回のステッカーはこれでした。前回はピンクかな。はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、こちらも届きました、フットボリスター。はい、でもうこれが最新号かな、5月の最新号なんですけど、見ていきたいと思います。すごくね勉強になるので頑張ってみます。はい、これから読書していきます。はい、本読んでいきます。はい、じゃあ仕事行ってきます。感じました。はい、帰ってきて、シャワーを浴びました。あとご飯を食べていきます。はい、今日はね、練習試合で、ライブのチームと、行ったんですけど、はっきりこう課題は見えてきたかなと思いますし、今いるメンバーと登録できるメンバー、ベンチに入るメンバーっていうのは結構限られてくるので、まあ、そこに対しての本当に最終的な決定の、まあ、こう材料になったかなっていう形はありますけど、本当に全体としても課題はありますし、そこに向けて明日もトレーニングがあるので、修正をしていきたいなと思います。はい、もう残り、練習できるのは本当に3回という形なので、今日の映像を聞いて明日展開できるようにしたいし、あとセットプレーのところもちょっと送りたいなと思っているので、直接フリーキックと関節フリーキックのカメラ作り方だったりとか流れだったり、はい、ご飯食べたらやってきます。まあ、ちょっと遅くなったらもう寝ます。明日朝やります。じゃあ食べてきます。いただきます。おっす、ブログの編集してきます。はい、パッとご飯食べていきます。いきます。じゃあ動画編集の続きしていきます。今週は、まあ、休みっていう休みはなかったんですけど、大会も近づいてきて、スクールも新しいスクールだったりとか新しい環境ってところもあって、まだ体が全然慣れてないところもあって、ちょっと疲れが出てたりとかするんですけど、来週はゴールデンウィークも入ってきたりとか、また再来週とかは試合が入ってくるので、大会が本当に目前なので、体調整えて頑張っていきたいと思います。ではまた来週次の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。Like I could just die.